おはようございます。4月17日日曜日です。嬉しいな。昨日は4時間寝た後にまた続けて6時間寝てね、すごい爆睡の一日でした。疲れたもんね昨日ね。はい、おはよう。奥さんがまた作っているということでね、餃子おでんを作りました。鶏肉、人参、キャベツ、大根、餃子、めちゃめちゃな具材です。いただきます。大根、いただきます。よく染み出て美味しい。おはようございます。4月18日月曜日、太陽チャージ、ビタミン D ゲットです。帰ろうな。はい、夕方4時ぐらいになりました。しばらくお散歩できてなかったのでね、ミチューと3人でお散歩しようと思います。寝起きでハッピーハッピーです。ショッピングモール到着。めちゃくちゃ涼しい。いいね、首が強くなってきましたね。はい、リチャージャブルスワッターっていうね、あの電気でバチバチして蚊とかハエを倒すやつを700円ぐらいで買います。はい、なぜかね150円オフになってて550円で買いました。ラッキー。家帰って早く試したいな。ぐっすり寝てます。お野菜買います。にぎわってる夕方。はい、久々にオクラとかが食べたかったね。オクラと空心菜とナスビと大根で190円ぐらいでした。はい、帰ってきました夕方。いい景色。ただいま。はい、ちょっとね、また蚊がいっぱい出てきた時にやろうと思います。はい、晩ご飯めっちゃ緑ですが、空心菜のニンニク炒めです。ご飯と一緒にいただきます。おはようございます。4月19日火曜日。あー、雲一つない、いい天気。Mommy, mommy, are you gonna work? すごいな。はい、朝ごはん、昨日買った美味しそうなオクラを茹でて食べようと思います。こんな初めてするとか合ってんのかな。塩でグリグリしてくださいってネットに書いてありました。はい、できました。オクラ丼です。生姜醤油でいただこうと思います。よいしょ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 よ。奥さんはねネバネバ系が嫌いなんで、オクラが嫌いなんで、自分一人で食べようと思います。いただきます。いただきます。ネバネバでどんどん口の中で大きくなっていく。はい、ちょっとね奥さんが、イライラしがちなんで近所の売店にアイスクリーム買いに行ってご機嫌を取ろうと思います。天気いい夕方、お散歩気持ちいいですね。徒歩1分の売店でアイス3本買いました。お目当てのね、メロンとストロベリーがなかったんですが、まあまあいいでしょう。帰ります。
はい、昨日買ったナスとね、材料、家にあった材料でナスの煮浸しを作ってみました。食べてみます。はい、ちょっと食べてみます。熱々なんでもうちょっと待った方が美味しいのかな。ちっちゃいやつがない。あと、いただきます。うまっ、すげえ、めちゃめちゃ美味しい。おはようございます。4月20日水曜日かな。ちょっと道路まで出てきました。ピザを頼みます。はい、デカピザ一切れ250円ぐらいでした。奥さんにお土産。はい、なんかミルクとか、赤ちゃんのお水とかいろいろ買って5500円ぐらいでしたね。帰ります。うん、うわ、ジャンキー、美味しい。自分もいただきます。よ、うわ、すごい。うん、うまジャンキー。はい、昨日作ったね、ナスの煮浸しを冷蔵庫で冷やしてたので、今からご飯と一緒に、ね、食べようと思います。いただきます。いただきます。1日冷やしてたら味がすごいなんかギュッて凝縮されて最高に美味しい。また作ろう、めっちゃ美味しい。おはようございます。4月21日木曜日、天気がいいこといいこと、洗濯日和。はい、お昼ご飯は肉団子春雨スープ。なんか給食でね、こんな中華スープみたいなのがあったような気がしますが、餃子のあんを肉団子にして作りました。いただきます。はい、いただきます。野菜盛りだくさん、うん、肉団子がほろほろ、うん、うまー。はーい、ある場所に向かいます。はい、どこに来たかというとね、スケートパーク。赤ちゃんが生まれてから来れてなかったので、ちょうど3ヶ月ぶりですね。怪我しないようにのんびり運動します。はい、やっぱりね、いつも誰かいる。今日はダンスしてますね。マルンガイブレッド4円のペース、4円のパンを30個買いました。帰ります。40円ぐらいのジュース、スティング、エナジードリンクですね。生き返る、うまっ。ただいま、ぐっすり寝てます。はい、今日はね、月に1回ぐらい来るなんかお掃除したいモードなので床をきれいにしてます。あと洗濯もして、汗だく、疲れた。はい、3人でお散歩です。この謎寿司にチャレンジしてみようと思います。はい、奥さんがね、甘いもん食べたいということで、マカオインペリアルティー、ミルクティーでも飲もうと思います。すごいおしゃれなところで赤ちゃんのミルクあげるのにもベストプレイスですね。うまそう。多分ブルーベリーチーズケーキとこれがね、チーズケーキハロハロってやつですね。2つで
いくら700円800円ぐらいしました。高い。玉の贅沢は OK ですね。いただきます。300円ぐらいでしたね。もう日本のケーキです。うん、うますぎる。すごい具沢山で全部美味しいです。はい、屋台、奥さんがうずらの卵を揚げたやつを食べたいみたいですね。だいたい1本60円ぐらいです。これ唐辛子に包まれたやつ、ダイナマイトですね。ダイナマイト、辛い春巻き。すごい。ソースにディップして、このちっこいやつが What's this? Fish boy。 ああ、魚の練り物の揚げ物ですね。これが1個22円ぐらい。こっちのでかいのがクエルのうずらの卵の揚げたやつで60円ぐらいです。いただきます。あら、あすやすおいしい。おいしい。うん、This the legit fish boy。This is the legit fish ball. But this is the legit fish ball. 色の割には全然味がしないです。Not like their bite. 美味しい。うずらの卵。美味しい。味がしない。で、魚の練り物って言ったんですが、まあほぼなんかホットケーキを揚げたみたいなやつですね。魚の味は全くしません。ただこれをみんなフィッシュボールって言います。まあまあ、あれで20円前後だったら いいおやつですね。帰ってきました。今日はね、ブラジルカラージャマイカカラーでお出かけしましたね。わあ、ハッピーハッピーですか。よかったよかった。はい、さっき買ってきたねお寿司220円ぐらいでしたね。日本だとこれぐらい買えるのかな。食べてみようと思います。醤油はあのなんかお魚の醤油じゃなくてプラスチックに入って、わさび結構怖いな、これ大丈夫かな。あとは、海苔がうちに巻いてる寿司と、海苔が外に巻いてる寿司と、これね、マンゴー寿司ですね。マンゴーの上に乗っかったお寿司。食べていきまーす。ちょっとわさび行ってみようかな。ほんと大丈夫かな、なんか粘土とかじゃないよね。お、ちゃんとわさび。最初じゃあみんなが気になるであろう、このマンゴー寿司からいただきますね。マンゴーは割とフィリピン以外でも、海外では有名な、マッキーじゃないかな。うわ、醤油。いただきます。うわ、開いちゃった。酢飯にはなってるけど、あの米がなんかなんだろう、なんか米の食感がないですね。ペーストみたいな感じ。まあ酢飯の味はするけど、おはようございます。4月22日、今日でちょうど生後3ヶ月です。
おめでとう。いい天気。おはようございます。おはよう。4月23日土曜日、雨上がりのね、涼しいお天気ですね。はい、朝ごはんはね、昨日奥さんが作ってくれたとんかつでカツ丼を作りました。はい、昨日は何も動画撮ってなかったですが、とんかつをね、食べてました。いただきます。いただきます。はい、フィリピンの謎のおやつ、ミックミック、スイーテテンデミルクパウダーということで、奥さんの大好きなやつだそうです。まずは端っこをね、ちょっと開けて、中が粉になってて、これをね、ついてる付属のちっちゃいストローで刺して、これを吸うお菓子。粉を吸うんですよね、これ、うん、自分も食べましたが、めちゃくちゃ甘い。で、口の中でなんかこう、なんだろうな、ココアパウダーみたいな感じで口の中で食べるってやつ。粉なんでね、喉に思いっきり吸い込むとむせます。美味しい。美味しい。ああ、よかったね。美味しい。まだ食べれないな。はい、この間スケボーしてね、かなりスケボー熱が再熱してきたので、近所バイクで2分ぐらいの車通りの少ないところで練習しようと思います。すごくいい運動になりました。帰ります。はい、奥さんがね、全然赤ちゃん道泣き止まないということで、自分が抱っこしてた大家さんのね、お母さんが来てくれて、私がお世話するわと言って、道を屋上まで連れてってくれました。ちょっと面倒見てくれてます。ありがたいな、こうやってみんなで子育て。はい、晩ご飯は空心菜と豚肉のニンニク醤油炒めです。いただきます。いただきます。肉と一緒。うまっ。Mommy, are you gonna work?